ブンブン。ハロー YouTube。どうも、それです。本日、2021年4月1日、ソニーの新型スマートフォン、エクスペリアについて、かなり話題になっていることがありますので、ご紹介したいと思います。それは何かと言いますと、ソニーのエクスペリア、公式 YouTube チャンネル。こちらは海外向けのチャンネルとなりますが、そのタイトル部分、このようなメッセージに変わっています。何かと言いますと、ニュープロダクト、アナウンスメントということで、 この日時2021年4月14日16時30分に新製品を発表するということになります。当然これが掲載されているのは Xperia の公式アカウントでもあり、そしてここ最近いろいろと噂の出ている新型の Xperia、いくつかありますので、おそらくは現在噂されているその新型の Xperia が発表されるものと思います。少し前このチャンネルでご紹介した動画の中では、 今年は4月から6月頃に新型のエクスペリアが発表されるのではとお伝えしましたが今回ソニーから公式に発表されたこちらの日時4月14日に発表されそうですどちらかと言いますとソニーの新型エクスペリアその年の前半発売されるフラグシップモデルにつきましては2月に開催される MWC のタイミングで発表されることが多かったんですが今年は2月になっても何も発表されずいつ発表されるのか 気になっていいいた方も多いかと思います中にはもう新製品が出ないのではと心配していた方もいるかもしれませんがとりあえずソニーから今回4月14日という新製品発表の予定が公開されましたので一応今年も新型の Xperia 購入できることは間違いないかと思いますので一安心かと思いますそして現在噂されている新型の Xperia としましては主にこの3つ少し前の動画でもご紹介しました Xperia1 Mark III ソニーが今年2021年に発売するフラグシップモデル。それからミドルレンズの最新モデル。エクスペリア 10M3。あと現在、エクスペリアの新型小型モデルも分されています。おそらく100%間違いなく今回のイベントで発表されるのがこのエクスペリア M3。ユーザーからの期待も多く。またソニーとしても単価が高い製品ですので、なるべく積極的に売っていきたいというモデルがこの Xperia M3。 Xperia のフラグシップモデルになります。今回の動画の中でお伝えしたかったのはとりあえずイベントの開催日7月14日16時半というポイントですがまだ以前の動画を見ていない方のためにここからは少し前に公開しました今回発表されると噂されている x p e r i a Mark III こちらの噂をまとめた動画を今からご覧いただこうと思いますなお今からご紹介する動画の中には 発表予定日ということで4月から6月というふうにお伝えしていますが今回4月14日という日時が発表されましたので実際は4月から6月ではなく4月14日となりそうですでは早速 X プレイ1マーク3に関する最新の噂をまとめた動画をご覧いただきたいと思いますブンブンハロー YouTube どうもソさるです今回はここ最近話題が出始めた ソニーの Xperia Xperia 最新モデル1 III についいいてご紹介したいと思いますこの XPL1M3 e r につきましてはソニーが毎年発売しているフラグシップモデル x p e r i a 1シリーズの最新モデルになります実はもうすでに今年1月頃からは噂は出ていましたがここを最近になって中国版の Twitter とも呼ばれる Weibo の方に情報が掲載されたことによってより詳細なスペックが 最近になって判明しましまた。そこで今回は最近明らかになった噂そしてこれまで出ていた情報などをもとに現時点で判明している内容をご紹介しています。まず x p e ペアン M3 発表時期。本来、ここ最近 x p e ペリアにつきましては早い時では2月の MWC で発表されることもありましたがどうも今年の x p e ペアン M3 につきましては4月から6月の間に発表されそうです。 4月に発表されるっていうもの、あるいは6月に発表されるっていうもの、様々ありますが、この辺は現時点では何とも言えないところです。そして CPU。これはもうなんとなく想像はつくかと思いますが、最新のスナップダゴン、スナップダゴン888が搭載されます。最近になって、ラム容量だったり、ロム容量も明らかになっており、まずラムの方は 12GB、または 16GB、ロムは 256GB、 または512ギアとなっています。特にソニーの Xperia はあまり大容量のラムを搭載しないモデルが特徴でしたが、どうも今年の Xperia 1 Mark II につきましては最大 16GB のラムが選択できそうです。ディスプレイにつきましては 4K 相当の u k e l ディスプレイ。需要比は21対9ですので、現行モデルの Xperia 1 Mark II とほぼ同じような構成となっています。 実はデザインにつきましても現行の X1M2 a r k とほぼ同じと言われておりフラットデザインを継続し背面はガラス製となっていますソニーは春と秋にそれぞれ1機種ずつハイエンドスマホを出していますが秋に発売されるいわゆる Xperia 5シリーズはワイルス充電に非対応のモデルが多かったんですが今回噂に出ています Xperia 1M3 につきましてはあくまでフラグシップモデル そして、エクスペリア1シリーズということもありますので、ワイルス充電対応というのはほぼ間違いないと思います。サイズにつきましては、縦が161.6ミリ、幅が67.3ミ、mm、リ、厚さが8.4ミ、mm、リとなっています。また、最近になって価格に関する噂も出ており、海外での販売価格は1199ドル、日本円にして約13万円と言われています。 割と秋に発売される Xperia 5シリーズにつきましてはコスパが高い印象も多いですが今回のはあくまで最上位モデル Xperia Mark III ということで価格も iPhone と同じくらいのかなり高価な製品となっています以上がこれまでに出ている Xperia Mark III に関するスペックの詳細となりますではここからは現行の Xperia Mark II のスペックを見ながらどういったものになるのか個人的な予想も含めてご紹介したいと思います こちらが現在ソニーの公式ページ、XP1M2 のページになります。現在国内で販売されているシムフリーモデルのスペックはこちら。少し見えにくいかと思いますので、拡大しますと、こんな感じ。サイズとしましては、高さが 166mm、幅が 72mm となっています。つまり、現在噂されている XP1M3。こちらと比べましても、ほぼ同じ。というか、むしろ高さんにつきましては、XP1M3 は、 161.6mm となっていますので、現行モデルよりもサイズはあまり大きくならないようです。質量につきましては 181g でしたので、サイズがほとんど変わらないということを考えますと、この辺重さにつきましても、x p e r i a r k III、現行の M a r k II とほぼ同じかと思います。ボディサイズもほとんど変わっていないこともありますので、バッテリー容量も現行の 4000mAh、このぐらいが搭載されるものと思います。サイズがほとんど変わっていないということですので、 おそらくディスプレイにつきましても現行モデル同様6.5インチ相当のディスプレイが搭載されるものと思いますまたカメラにつきましては先ほどの資料ではご紹介しませんでしたが望遠レンズの方かなりスペックアップすると言われていますとはいえ XPR e シリーズにつきましては極端に高画素のセンサーは搭載しない傾向にありますので今回のモデルにつきましてもあまり高画素化されずあくまでレンズ周りの強化かと思います インカメラもこれまでの流れから言いますとあまり高画素のセンサーは採用していませんので800万画素程度このぐらいのカメラが搭載されるのではないかと思います Wi-Fi につきましてももうすでに現行モデルの時点で 802.11AX 要は Wi-Fi6 に対応していることを考えますとこの辺のスペックも現行モデルを踏襲するかと思います Bluetooth もおそらくバージョン5.1になりあるいはもしかしたら 小数点一桁あたりが次の世代になる可能性はあります。USB 端子は当然タイプ C、防塵防水にも対応しており、当然指紋センサーも引き続き搭載されるものと思います。あとはこの部分、3.5mm のオーディオジャック。昨年の XPL1 Mark II からハイエンド機種にもこのオーディオジャックは復活しており、ここを最近の流れから考えますと、おそらく XPL1 Mark III でもオーディオジャックは引き続き搭載するのではないかと思います。 特に Apple の iPhone シリーズだったり、Samsung の Galaxy シリーズ、特にスペックの高い S シリーズにつきましては、イヤホン端子は排出されとり。とはいえ、音質にこだわるユーザーも多く、優先で音楽を聴きたいという方も多いかと思いますので、そういった点で差別化を図るためにも、あえてハイエンド機種に往生ジャックを搭載するというのは、かなり意味があるかと思います。対応バンドにつきましては、当然 5G 対応モデルとなるかと思います。ただ、 昨年発売されました XPEL1M2 r につきましては 5G はいわゆるサブ6のみの対応となっていました本来の 5G の性能を100%活かすことのできるいわゆる高速大容量低遅延というスペックを発揮するためにはサブ6だけではなくミリ波に対応している必要があるんですが昨年のモデルは残念ながらミリ波には非対応ということになっていましたのでもしかしたらこの部分 XPEL1M3 r では ミリ波に対応したモデルが発売される可能性はあります。とはいえ、ミリ波に対応した現行のエクスペリアと言いますと、エクスペリアプロがありますが、だいぶボディサイズも分厚くなっていることを考えますと、先ほどの資料で言いますと、エクスペリア1マーク3のスペックの分厚さされる厚さ 8.4mm から考えますと、発熱などの面からもミリ波には対応しないという可能性も十分あります。 ただ、現行の XPL1M2 の厚さが 7.9mm。分厚されている XPL1M3 の厚さが 8.4mm。約 1mm ほど増えていることを考えますと、この厚さの増加というのが、むしろ 5G のミリ波に対応したものというふうに取ることもできますので、もしかしたら XPL1M3 では、標準でミリ波の方に対応している可能性も十分あるかと思います。 基本的にデザインにつきましてはフラットデザインで現行のエクスペリア1、m II を継承するとのことですので以前あったそしてかなり不評だった丸っこいデザインではなくなりますのでこの辺は Xperia 好きの方にとってはこのデザインが継承されるというのはありがたいポイントかと思いますなお発表時期は4月から6月ということを考えますと国内で発売されるのは2021年夏モデルとほぼ同じ時期になるかと思います 夏モデルと言いましても、早いモデルはもう既に6月頃から発売がスタートするモデルもありますが、今年の Xperia の発表スケジュールからすると、もうかなり秋に近い位置に発売される可能性は十分あるかと思います。今年の Xperia 5の発表時期、4月から6月というところから考えますと、夏モデルのスマートの中でも、この Xperia 1 Mark III の発売がキャリアモデルのスマホとして一番発売時期として遅れそうです。 ということで、いかがだったでしょうかまだまだ噂段階ではありますが、これまで明らかになっていなかったメモリ周りのスペックだったり、具体的なサイズだったり、この辺が最近になって明らかになった最新のエクスペリア、エクスペリア1マーク3についてご紹介しました。おそらく今後発表時期が近づくにつれ、もっと詳細なスペック、例えばカメラに関するスペックだったり、あるいは何か新機能が搭載されるならば、 その辺のスペックについても色々と情報が出てくるものと思います。その辺につきましてまた何か最新情報がありましたら改めて別の動画でご紹介したいと思います。なお、この動画の概要欄には現在 Amazon で販売されている人気のスマートの販売ページのリンクがあってきます。そちらも興味のある方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。